こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はこちらをやっていきたいと思います。サイヤの闘志と最強のプライドの新ステージ、ステージ5の最強のプライドを挑戦していきたいと思います。はい、こちらのステージは極力が敵ということで、有利なキャラクターがこういう感じなんですよね。うん、でも極力なので超体のこの悟空ごはんちゃんはちょっとね、振り属性だけどどうなのかなって感じですよね。技属性のスーパーサイヤ人ベジータはいいですよね。これは使おう。はい、あとね、ピッコロさん、私まだね育成が終わっておりませんのでちょっと使わないで他のキャラでやってみようと思います。はい、フレンドさんには超速の新しい LR 極炎とベジータをお借りしたいと思います。パールイ編成はこちらです。7周年ゴッドコンビが劇場版ヒーローのリーダーなのでこちら、そしてゴッド悟空、パイクーさん、スーパーサイヤ人ベジータ、そして速のゴテンちゃん、そして18号さん、こんな感じでいけるかな。はい、そしてフレンドさんにこちらの LR 極炎とベジータお借りします。サポートアイテムはやっぱりダメージ軽減アイテムがいいみたいなので、ハイヤーとウィスさんを持っていきたいと思います。それでは出発スタート挑戦していきます。はい、敵がこれか、メタルクーラのビッグデゲスターってやつですかね。はい、まずフレンドさん出てきましたので1番目に置きます。そしてゴッド悟空が真ん中の方がリンク的に良いかな。まずはハイヤーを使います。このステージはダメージ軽減アイテムを重ねがけしないとちょっと勝てない感じなので、でもね、このターンはいけるかな、ハイヤー一つでと思うのですが、もうこれは強いよね。欲しいな、持ってないんですよね私出てくれないんですよね。ちょっとね、石もちょっとずつ溜まってきているので、ちょっと追加でリベンジしたいんですよね。めっちゃ欲しくなりましたね、やっぱりフレンドさんのお借りしているとめちゃめちゃ強いので。おお、ね、強い強い。はい、ゴッドバインド悟空も強いよね。この方もすごい、もう劇場版ヒーローだと、よく使ってますね。パイクーさんどうかな、決着をつけてやるぞ。ダメージ、でもちょっと結構か、そうだよね。はい、2ターン目に来ましたね。これ並び替え負荷になってますよね。こういうのほんと困るよね。そしてウィスさん使います。これでハイヤーとウィスさんが重ねがけされてることになりますね。まあゴッドコンビが初めて出てきたターンなのでガードしてくれるはずなんですけどね。どうでしょう、ちょっと得意属性とかでもないけど、この辺がね、わかんないですよね。あー、必殺来たぞ。うわ、怖い。もうこれほんと怖い。なんかホラー。ホラーですよね。これ怖ーと思いました。うわ、しかも18万ダメージですね。これはかなり痛い。けど、反撃するぞ。ハメハメハ、and big bang attack。おー、すごいね。やっちゃえ、やっちゃえ。このね、メタルクーラコアがすごい怖い。コアだけに怖いので、はい、どんどんもう連撃してくれると嬉しい。これは早くやっつけてもらいたいですね。本当に。そしてこちらのベジータがまたね、強いですね。最初 200% で、さらにね、HP の減り具合で強くなっていったりするので。ゴテンちゃんも強いよね。必殺打つと強くなるんですよね。このゴテンちゃんは18号さんが一緒のチームにいるとダメージ軽減率 18% になったりするので、
ね、18号さんも同じなんですけど、だから一緒に使うといいかなと思いました。はい、ターン3に来てファイヤーの効力がもうね切れちゃってるので、もう一度使います。そしてLR 極炎でベジータにお願いしましょうこの方たちいると本当安心できますね。これはもうでもバインドも結構大丈夫かな。あ、必殺来ましたよ。でもここなら、あーほらー、もうこれ本当やだよ、怖いよ。あ、でもダメージ70だ。いいですね、いいですね。もうね、あなたなんか怖くないよっていう感じだよねこれだけダメージ少ないといいな。バインド、ガッバインド、どうだ。あ、でもね、大丈夫大丈夫、守りが固いと OK。 うん、18号さんどうかな。あ、いいじゃない。あ、いいね、100だって、守ってます。はい、そしてターン4に来ました。もうゴッドコンビね、変身しちゃいましょう。はい、そしてアクティブも打てますね。もう打ちましょう、ここは。ゴジータやっぱり強いよねこれね、ブルーなった時いいですよね。そしてこれは並びがベジータと並べた方がいいですね。最後のウィッサンを使ってさっきのハイヤーと重ね掛けしていきます。もうね、これでアイテムなくなっちゃったので、このターン4か次のターン5のうちにやっつけないと厳しいかな。あ、回避してくれました、やったー。もうね、ブルーコンビになったあとはめちゃめちゃ強いからね、いろいろと強いからねアクションブレイクもあるし、回避もある。あ、入れました入れました、アクションブレイク。本当に回避もしてくれるし、追撃回心もね、あるもんね。いや、もうやっちゃってやっちゃって、頼むもうやりたくないこのステージ。もうこれ何回目かな、4回か5回ぐらいやってます。今度こそ勝ちたいという気持ちでいっぱいですね。パイクさんどうかな。お、あー、避けた。うわー、やっぱやるしかねえかな。くそ、めまいがするぜ。動けるか、ベジータ。気安く声をかけるな。そったれ。おお、奮起してくれた、やった。んー、ターン5でもこれ真ん中から動かせないね。一番最初にしたいけど動かせないね。大丈夫かな。ゴテンちゃんも結構いい感じになってると思うんだけど、でもゴッド悟空は劇場版ボスの敵がいるときダメージ 77% 軽減だからね。これ劇場版ボスの敵だよね。だからやっぱりゴッド動くかな、一番前。そうしましょう。いやー、ここで決めてくれないと厳しいですよね、多分。これでいってくれるかな、ゴッド大丈夫かな。これ、極炎とベジータがね、
先頭に持ってこれたらよかったけど、必殺来たね。これはもう見たくない、怖いんだって。いやー、あー大丈夫だった、よかった、やってしまえビッグゲーでしたなんて、やっつけてしまえ。お、どこだどうだどうだ、ちょっとドキドキしてきたぞ。これはいけるかもしれないというちょっとワクワクが、うん、いいですねいいですね。よし来た、わお、どうだどうだ、おお強いよ強いよすごいよ、お願い、これでいけるか、どうだろうどうだろう、あーもうちょっと、おーおーおおやったやったー、クリアできたー、嬉しい嬉しい、やったー、はい最強のプライドクリアできました、嬉しい、もうほんと怖かった、ほんと怖いねこの敵ありがとうございます皆さん、ご視聴本当にありがとうございました。皆さんはね、こちらやったかな、クリアできましたか、大変だね、うん疲れましたはい、でもよかった、あミッションもね達成しましたね。どんな感じ、ミッションが、おおなるほどね、お、ドラゴンストーンも3個いただきました。こちらのサイヤの闘士と最強のプライド、これでクリアできたのがステージ1、2、そしてこの5なんですよね。はい、まだ3、4、6クリアできてないので、そちらも頑張っていきたいと思います。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくれよな。チャンネル登録よろしくね。